ご視聴ありがとうございます。リアック屋の花澤です。営業再開について予約方法についてなど、ご紹介したいと思います。おかげさまで今日、奈良市保育が始まったところなんですけれども、15日から始まるんですけれども、お世話になっている方ですとか、ちょっと遠方にお住まいの方ですとか、しっかり動画見ていただいてて、ぜひっていうような感じでメッセージいただいた方、お名前とかも明記していただいて、具体的にご相談いただいた方などは優先的にご案内をしておりまして、今空いているのがですね、5月20日以降になりますね。ちょっとそこまではもう結構入っております。で、20日以降も23、24、25とか3日ですとか、ぼちぼち埋まってる感じなんですね。で、営業時間自体も10時、4時ぐらいになりますね。予約方法なんですけど、今のところですけど、レゼルバーを検討しております。以前に作ってたものがありますので、それをまた公開するっていう形で、ただ前は先着順でご予約できるようになってたんですけども、今後というか承認制でご予約申請をいただいて、こちらからお取りできますとかできませんでしたっていう形でやらせていただこうと考えております。はい、レゼルバの公開日は5月12日を予定しております。いろいろと確認ですとか調整ですとかさせていただいて、ページを改めて準備ができ次第公開して、それにその時また公開しましたよっていうことは、ブログですとか動画でもまた発信させていただきたいと思っております。営業時間もね、10時から4時で、しかも今の時点ではですけど、土日もやらないので来れないなっていう風になってしまって申し訳ないんですけれども、ちょっと保育園については今最初で一番短い状況になってまして、あと何ヶ月かしたりとかっていう節目節目で、延長したりですとかはできるかと思います。ご予約ご相談に関しまして、お電話は受け付けておりません。ご理解お願いいたします。また、たくさんのですね、お問い合わせですとかご相談っていうのをメールですとか LINE ですとか Twitter の方からあるんですけれども、その際にですね、きちんとお名前がフルネームで明記されていないですとか、短い値段いくらですかとかだけのものですとか、具体的な要件がはっきりしないもの、見させていただいてますだけとかのものとかに関してはちょっとお返事しきれませんので、対応いたしかねます。当店に関することでもうご予約が決まるような時に、ちょっとわからない点ですとか、ご要望についてっていうことでご質問いただくのはいいんですけれども、例えばこういう症状なんですけどどうしたら治りますかとか、そういうようなことに関してはお答えしきれませんし、ちょっと責任も負いかねますのでお答えしておりません。予約サイトを使って以外のご予約ですとかご相談に関して何かある時はですね、できるだけきちんとお名前ですとかご連絡先ですね、それから具体的に何分ぐらい受けたいとか何月何日いうような日時の指定ですとかしていただいてるとお返事もしやすいんですけれども、ちょっとこうぼやっとしたものですとか、どこの誰かわからない、連絡ができないような、信頼できない方、ちょっと申し訳ないですけれども、あとはある程度ちょっと調べればわかるようなこととか、場所どこですかとか、ブログなどで書いておりますので申し訳ないんですけど、やっぱりもうそのお取りしたい方が優先的にもうすでにリラックやをご利用いただいている方ですとか、まだ利用したことのない方でもすごくこう熱心にね動画見てくださって信用できる方などを優先しております。本当に
とても多くなっておりまして、子供のこともありますし、まあ、家のこともありますし、そもそも時間の使い方がうまくない方なんで、正直絞らせていただいております。なので本当に真剣に聞きたい気持ちがあってっていうことでしたら、具体的にお名前、ご連絡先、希望のコースなどでですね、ご理解ご協力をお願いいたします。リラクエ始めてもう13年ぐらいやってますので、やっぱりそれだけたくさんお客様とかお世話になった方っていうのがいらっしゃるので、軽い気持ちでいろいろ聞かれたりですとか、予約のお願いをされましても、その枠を取るってことは他の方取れなくなりますので、予約サイトも承認制になりますので、やっぱ記入漏れがあるですとか、連絡がつかないっていうような方に関してはお断りにいたしますので、その辺も踏まえて、ご予約はご検討ください。よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。では、施術動画などもまた上げていきます。ダンサーセラピストの哲也さんもね、ご予約をいただいておりますので、お楽しみに。はい、それではまた See you!